習近平主席が信頼する秦剛外相が消えた。香港アナウンサーとの不倫疑惑など憶測広がる。中国の秦剛外相が20日以上も公式的な席に姿を現さず、様々な憶測が乱舞している。中国外務省のホームページによると、秦外相は先月25日に北京でスリランカ外相、ベトナム外相、ロシア外務次官と相次いで会談した後、姿が見えなくなった。中国外務省の汪文斌報道官は、今月11日の記者会見で、秦剛外相の健康上の問題に言及しながら、ASEAN 関連の外相会議に上級者の王毅共産党政治局員が出席すると発表した。これに先立ち、香港の政党日報は10日、秦外相が新型コロナ陽性と判明して休養中だとし、近く業務に復帰する可能性が高いと報じた。しかし、新型コロナ感染の場合は2週間ほどで回復する点を考慮し、秦外相が別の理由で出てこないのではという疑惑が強まっている。現在、重病説、調査説、不倫説が提起されている。まず、重病説は短期間での回復が難しい病気で別の空間で治療を受けているというもので、調査説は中米中国大使在任当時の問題で調査を受けているという主張だ。不倫説は、ある放送局の女性アナウンサーとの不適切な関係が最近発覚したというものだ。このアナウンサーは、香港のプシャオテン氏という女性という、海外メディアは不倫疑惑に注目している。A タイムズは、台湾と香港の新聞を引用し、プシャオテン氏が最近、放送活動を中断したとし、彼女が秦外相の事態と関係があると報道した。昨年12月30日に、王毅氏の後任として任命された秦剛外相は、3月の両会、全国人民代表大会と中国人民政治協商会議で現職を維持しながら国務委員に一段階昇格した。56歳という相対的に若い年齢にもかかわらず、習主席から格別の信任を受けているという。中国のダブルデフレのリスクと強まるディレバレッジ、債務圧縮。中国に資産デフレとデフレのダブルデフレのリスク。中国経済に失速感が漂ってきた。7月17日に発表された4月から6月期の実質 GDP は前期比プラス 0.8% と成長率が大きく鈍化した。また、中国政府が7月15日に発表した6月の主要70都市の新築住宅価格動向によると、全体の 54% にあたる38都市で価格は前月比で下落している。半数以上の都市で新築住宅価格が下落したのは、2022年12月以来6ヶ月ぶりのことである。中古住宅価格も半分以上の都市での価格下落が2ヶ月連続となっている。中国経済は昨年末のゼロコロナ政策の終了によって一度回復軌道に入ったが、それは長続きしなかった。不動産不況が続く中、個人は新規の住宅購入に慎重であり、それが市況の下落を長引かせている。また、若年層を中心に雇用情勢も思うように持ち直しておらず、ゼロコロナ政策の後遺症は予想以上に深刻だ。さらに、政府が13日に発表した6月の貿易統計によると、輸出は前年比 12.4% 減少、輸入は同 6.8% 減少とともに大幅に減少した。事前予想は、輸出が約 9.5% 減少、輸入が約 4.0% 減少であったが、ともに予想を上回る減少幅となった。輸入の大幅減少は、輸入エネルギー価格の下落の影響に加えて内需の弱さを反映したものだ。他方、輸出の大幅減少は海外景気の減速を反映したものである。
中国は内需の減速に加えて外需の減速の悪影響も受けている。こうした経済状況は他国とは異なる物価動向を中国にもたらしている。中国政府が10日に発表した6月消費者物価は前年同月比横ばいとなった。前月は同プラス 0.2% だった。これは2021年2月以来の低水準である。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数の上昇率で見ても前年同月比プラス 0.4% と前月の同プラス 0.8% を下回っている。自動車などの交通工具は 4.3% 下落、スマートフォンなどの通信機器は 1.5% 下落した。欧米を中心に主要国では物価高騰が続いているが、中国では価格が下落基調に転じつつあり、資産デフレとデフレのダブルデフレリスクが高まっており、他国と大きく異なる経済情勢を呈しているのである。政策効果は聞きにくい。中国当局は不動産部門に焦点を当て、金融・財政双方から景気刺激策を講じ始めている。しかし不動産価格をきっかけに企業・家計ともに本格的に債務圧縮、いわゆるディレバレッジに動いているのであれば、先月実施された金融緩和の需要刺激効果は出にくい。また不動産価格が下落を続ける中では、土地売却収入に依存する地方政府による積極財政政策は実施されにくい。そもそも中央政府は行き過ぎた不動産価格の調整、企業・家計の過剰債務削減という構造改革を進める考えであり、単純な景気刺激策の実施には慎重だ。家計・企業・地方政府の過剰債務。国際決済銀行 BIS によると、非金融セクターに対する信用総額は昨年9月時点で49兆9000億ドル、約6960兆円に上り、10年前の水準の3倍以上だった。急速な信用の拡大は、家計、企業、地方政府の過剰債務問題をもたらす。BIS のデータによると、中国では民間及び地方政府の債務全体の対 GDP 比は昨年9月時点で 295% に達し、米国の 257%、ユーロ圏平均の 258% を上回っていた。可処分所得に対する家計債務の割合は 110% に迫り、2008年の世界金融危機前後の米国家計の債務水準に急速に近づいている。このような過剰債務状態の下で、資産価格の下落をきっかけにディレバレッジが本格的に始まれば、それは金融不安と重なって深刻な経済の悪化をもたらしやすい。マッキンゼーの調査によると、米国では大恐慌以降、ディレバレッジの局面が45回発生し、うち32回は金融危機の後だったという。米国と中国のディレバレッジはどちらがより深刻か。米国でも企業の債務は歴史的な高水準に達している。そうした中で生じている大幅利上げによる利払い負担の増加や銀行不安などを背景とした資金逼迫は金融面での問題を伴いつつ、企業部門を中心としたディレバレッジ、経済活動の悪化につながりやすい。商業用不動産価格の下落が銀行の不良債権問題を深刻化させる可能性もある。ただし2008年のリーマンショック括弧グローバル金融危機の経験から、家計は債務を大幅に抑制しており、今回は家計での本格的なディレバレッジは回避される見込みであることは助けである。他方で中国は金融引き締めを実施していないことが他国と比べて経済の大幅悪化のリスクを現じている面がある。他方、企業、家計、地方政府が同時に過剰債務問題を抱えていることから、不動産価格下落をきっかけとするディレバレッジが経済に与える影響はかなり深刻になりやすいのではないか。
米国、中国、どちらのディレバレッジがより深刻になるかは現時点では明らかではないが、注意しなくてはならないのは、それが同時に起こる可能性が相応にあるという点だ。EU は対中関係を迷わず明確化すべき。中国外交トップ。中国外務省は15日、同国外交トップの王毅共産党政治局員が東南アジア諸国連合 ASEAN 地域フォーラム閣僚会議が開催されたインドネシアの首都ジャカルタで14日に欧州連合 EU のジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表外相と会談し、 EU は中国との戦略的関係について迷わず明確化する必要があると伝えたと明らかにした。ドイツは14日、対中関係についてリスク低減を図る方針を発表。他の EU 主要国は、中国が自己主張を強め、ロシアと友好関係を維持していることを警戒し、脱中国依存を働きかけている。中国外務省によると、王氏はボレル氏に対し、EU 側は双方の戦略的パートナーシップの位置づけを明確にし、中国との関係が前進するよう促すべきだ。迷うべきではない。